離せお前離せ、うわっ、痛い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 、優しい。
から勝ったと思って目を離したらいつの間にか何かが起こってました。あと何があるか分かんない、はい、あいつ許さないよ、狂気でボコスカしやがって。でもメラちゃん大丈夫か、狂気でやられてない？狂気大丈夫です。大丈夫ちょっと、じゃがよこだベニー、次ブルーオーキッドで戦うことあったらお前わしが狂気持ってきても黙って見とけよ。そういうことだよね。はい、そういうことだ。ブルーオーキッド本当にずっと連勝が続いてたので、フューチャーサイトも自分たちブルーオーキッド勝利飾って、自分は着実にブルーオーキッドでベルトを巻くってことは絶対叶えることができるって思ってたんですけど、今日負けて、でも今日の負けがさらに自分に悔しさとか響いたので、絶対ベルト巻く、セラさんとベルト巻くってことは変わらず一番の夢なので、セラさんとこれからも隣で戦いたいなって思いました。ありがとう。お疲れ様です。あ、お願いします。バッチリ、ベニーと私のペアはバッチリなんで、イエーイ、ね、別に何も普段そんな年中当たるわけではないけど、はい、あうんの呼吸でやりたいことが分かる、これこそがプロだと私は思っているので、だからまあデコボコペアというか親子ペアというか、相手のやつらはまだ多いね。はい、もう爪が甘いね、一生懸命やってるけど、もうちょっとガンとこないとね、勝てないな。やっぱり勝たなきゃ意味ないからね、プロレス勝負だから。だからそういう意味ではもうちょっとね、向こうもね、あとやっぱミランがまだね、中学生ということでちょっと遠慮があるかな、私でもある。あります、もちろんです。結構やってたじゃん、ジャンプ全部すごいブーイングもらっちゃって。お前、そのブーイングやってすごい力あるから、阿部に。いや、だもうそんなにやらないで。そうですよ。あの子はイディアナの中学生速攻だから。そうですよ、ね、これからだと、だから やっぱ私が力抜いて、やらなくても済む人材になってもらいたい。やっぱ、これからなので、私が力抜くことなく必死になって戦わないときついっていう風にならないと、やっぱ技師なので彼女は。もうちょっと体も鍛えていかなきゃいけないし、まあ相手のこと言うこともないけど、まあそれぐらい余裕あるってこと。余裕あります、息切れしてないので。そうだよね、はい、この子は息切れじゃないから普通だから。何か言って、何か言って。何か言う、セラリサワのさん、ライバル関係でずっとやり合ってるので。そうね、あいつえぐいよね。あいつはえぐいので、なんか正規軍じゃないよね。あれはちょっと猫かぶってます。ね、猫かぶってない、はい、入れちゃう、プラス入れちゃうか、ちょっと似合いそう、ね、日本には普通にあって大丈夫じゃん、生徒かぶってるんで。そう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 いい子ぶり上がってね。そうですね、あとは中学生の子はこれからが本当に楽しみ。ね、楽しみだね、本当に。まあ かわいい、こんな余裕なること言えなくなってほしいよね、やっぱり、はい、成長楽しみにしてるよ、ミラン。Yeah!
Yeah.
15分29秒、勝者、梅崎。